ミロワ市民の皆様、こんにちは。先ほどからこの場で志村圭一郎さんにぜひとも宜野湾市長になっていただきたいという熱い熱い思いを込めて多くの女性たちが訴えております。私もその一人で、今国政の場から安倍政権に決意をくらわしたい、安倍政権にノーという声を届けたい、これが今回のこの宜野湾市長選挙だと位置づけて、今日ここに集まっていらっしゃる多くの女性の皆さんと一緒に頑張っていく決意を新たにしております。さて、多くの米氏が話がありました。政治家の公約というのは重いです。一旦約束して選挙に出たなら、そう簡単に翻してはいけない。それをもう誰でも分かっていることでありながら、現職の市長はいとも簡単にこの普天間基地の県外移設を辺野古へ移すと任期途中に発言をしています。こんなことをおっしゃるような市長は宜野湾市にはいらないのではないですか。皆さん、1月24日の私たちのこのまさに沖縄の命運をかけた、あるいは日本の多くの方々が注目をしておりますこの選挙、宜野湾市民の皆さんに一つ頑張っていただきたいと心からお願いを申し上げたいと思います。志村圭一郎さんの政策、ご本人がこれからお話がありますが、私たちは誇りと尊厳をかけてお金に変えることのできない本当に大事な一票を次の世代に何を手渡すことができるか、それは戦争を否定し、子どもたちの未来に辺野古の基地を、新しい基地を作らせないという宜野湾市民の思いを結集させていただきたいと思います。皆さんの誇りある一票、誰に投じるか、それによって沖縄の民意、そして日本の政治の流れを大きく大きく変えて、女長知事ともどもに誇りある豊かな宜野湾市を志村圭一郎さんに任せていこうではありませんか。どうぞ最後まで皆さんの良識を信じて、この場からお願いと政策の一端を訴えさせていただきました。参議院議員の糸数恵子、国会の中で頑張っています。決して島を売るようなそういう参議院ではありませんので、島を守る志村圭一郎さんと一緒に、女長知事と一緒に、宇治村の会の議員の皆さんと一緒になって、志村さんを最後まで応援して勝利を勝ち取りたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ただいまの熱い思いの訴えは参議院議員糸数恵子でございました。ありがとうございます。それでは今日の主役でもあります、市民の心を一つに、子どもたちの未来のために、すべては未来の宜野湾市のために、宜野湾市長選挙に向けて頑張っております、志村圭一郎市長予定候補、熱い思い、固い決意を訴えたいで、ありがとうございます、訴えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。大蛇な益城地域の皆様、そしてご通行中の皆様、ご紹介をいただきました、来年1月24日に投開票が行われます宜野湾市長選挙、立候補予定の志村圭一郎でございます。よろしくお願い申し上げます。今日は大晦日の忙しい中を、糸数恵子参議院議員、そして女性の県議会議員、そして宜野湾市議会議員の女性の皆さん、そして市外からの市議団市町村議員、そして多くの女性の方々が、私志村圭一郎を何としても市長へ押し上げようというこの結集をしていただきました。誠にありがとうございます。皆さんのこの思いをしっかりと受け止めて、志村圭一郎一生懸命戦ってまいります。
ありがとうございます。皆さん、私志村圭一郎は宜野湾市普天間で生まれ、今日までこの宜野湾市に住んでおります。私はこの宜野湾市に生まれ育ったことを大変誇りに思い、この宜野湾市を誇りに思うからこそ、もっとこの宜野湾市を良くしていきたい、宜野湾市の明るい街を作っていきたいという思いから、今回の宜野湾市長選挙へ立候補する予定ということになっております。皆さん、宜野湾市の抱えている問題は、この普天間飛行場、この普天間飛行場の問題がございます。市民の願いは一日も早い閉鎖返還、このことなんです。このことをきちっと日米政府に訴えることができる候補者は誰かということなんです。私は尾長知事を支え、尾長知事とともにこの普天間基地の閉鎖返還に実現に向けて一生懸命取り組んでまいります。そして政府は普天間返還をする代わりに新基地を、県内施設によって新基地を作り返還をさせるということを今行おうとしております。名護大浦湾のきれいなあの海を埋めて新基地を作り、その後で返還をするということでは県民市民は納得はいたしません。新しい基地が作られるまで10年15年20年もかかるんです。その間に世界一危険だと言われているこの普天間飛行場、これが放置されるんです。これは危険性の除去どころか、危険性を全く無視したやり方です。私はこの普天間飛行場を前知事が埋め立て承認をした際に約束をした5年以内の運用停止、まずこの5年以内の運用停止を政府に求めていきます。このことをきっちりと守らせることによって、普天間基地が早く返還、一刻も早く返還ができることが実現するのです。皆さん、私はこの普天間飛行場の返還をさせ、その後の地の町づくりを一生懸命やりたい。町づくり、私は県庁で38年間土木建築部の行政マンとして町づくりに携わってきた経験がございます。ありがとうございます。ライカム4モールの都市計決定に携わり、あるいは奈良広域マスタープラン作り、そして建築行政、建築公共施設建築など多くの行政に携わり、町づくりの大変技術者として、この培った技術を宜野湾市の新しい町づくりに生かしていこうという、こういう考えを持っております。西普天間地区が返還されました。ここに新しい町が生まれようとしておりますが、国際医療拠点施設というゾーニングがされております。私はそこに医療施設、琉球大学附属病院が移転してくる、むしろこのことを活用して、これから迎える高齢化社会に対応した医療施設を集積させる、医療施設を集積させ、切れ目のないリハビリ介護、こういう施設を作っていくことが大事だと考えております。そしてそこから新しい職業が生まれる、雇用が生まれるんです。そしてその背後に住宅を作り、親子3世代が住める医療、職業、住宅、衣食住の返還モデル地区として、西普天間地区は開発を進めていくべきだと考えております。しかもそれは政府やからの押し付けではなく、地権者合意の下で作り上げていくことが最も大事なことであるんです。皆さん、そしてこの広大な普天間基地、ここは長新都心地区の倍以上の面積があるんです。これだけ発展する要素がここには秘めているんです。
ここの町づくりもまた大変重要なことでございます。那覇と名護を結ぶ鉄軌道が、ありがとうございます。鉄軌道が今ルートとして決定されました。大きな、ルート三岸に今絞られるようとしていますが、ぜひこの宜野湾市に新しい鉄軌道あるいは公共交通システムを導入をし、そしてこの街づくりを進めていく、その中にランドマークタワーを作り、平和の象徴としてここを観光地のメッカにする、こういうことを私は実現してまいります。その中に公共施設や医療施設を含み、そしてここからまた新しい雇用を生み出していく、こういう豊かな街を市民の皆様と一緒になって作っていく、このことができるのが私志村圭一郎です。皆さん、若者が夢と希望の持てる街づくりも大変重要でございます。そのためには宜野湾の特性を生かした産業や、振興策、これを打ち出すということが大事なんです。私は一括交付金を活用して産業支援センターを作り、ここからベンチャー企業や創業者支援などを行っていき、新しい雇用を作っていくということを皆様にお約束をいたします。子どもの待機児童の問題、それから学校給食費ゼロ、入院費の子どもの入院費をゼロにするという3つのゼロで子育てナンバーワンの宜野湾市も国も目指して頑張ってまいります。皆さん、今県政は尾長県政でございます。尾長知事と一緒になって共に新しい街づくりを進めていけるのは、この私志村圭一郎しかありません。どうか皆さんのご理解とご支援を私志村圭一郎へ賜りますようお願いを申し上げまして、街頭からの対応させていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。ありがとうございます。ただいまの熱い思い、揺るぎない勝ちの、ありがとうございます。揺るぎない固い決意の訴えは志村圭一郎予定候補でございました。志村予定、ありがとうございます。圭一郎予定候補は様々な政策、そして多くの熱い思いを持っております。皆さん、どうか皆様の多くのお力で宜野湾市長へ押し上げていただきますようお願いを申し上げます。皆さんと心を一つにして頑張って